フレデリック・クームスは19世紀に自らをアメリカ初代大統領ジョージ・ワシントンと称した人物。ウィリー・クームス、ジョージ・ワシントン二世位、フレディ・クームス教授とも呼ばれる。サンフランシスコに居住し、彼の行動は地元市で報じられていたが、同時期に同地で合衆国皇帝にしてメキシコの保護者を名乗っていたジョシュア・ノートンとの確執の末、 故郷のニューヨークに戻った。モントゴメリー通りの更新中央の旗を持った男性がクームス。クームスの前半生で判明していることは少ない。彼はニューヨークで生まれ骨葬学者となったらしいが、同時に彼は銀版写真家や発明家、そしておそらく結婚斡旋人としても成功した。1830年代に巨人と小人を連れて骨葬学ツアーを行い、 1841年にポピュラー、フロノラジーと題した著作も出版している。この本の序章ではジョージ・ワシントンの頭蓋骨を分析し称賛している。また鉄道や電気機関車にも興味を示し若干の成功を収めた。1848年にイングランドに赴いてエンジンを売り込みロシアへ輸出する提案を受けている。クームスはこの前後5年間を イングランドで過ごした後、アメリカに帰国した。クームスは1850年代の西海岸で写真家として活躍した。1863年より前の時点でサンフランシスコに現れた。彼はジョージ・ワシントンを名乗り始め、骨相学ビジネスを社交界にも展開し人気を博した。普段彼はフレディ・クームス教授として知られ、 また他社からもジョージ・ワシントンに似ているという表が多数挙げられた。次第にクームスは自身がかつての大統領その人であることを確信するようになり、それらしい出立ちをするようになった。クームスは大陸軍の舐めした鹿川の制服を着てマーティン・ホートン・サルーンに拠点を置いた。ここで彼はアメリカ独立戦争を指揮するための戦略を研究したとされる。また彼は ある冬の間、友人の説得でバレー法事の戦いが終結したことに納得がいくまで自ら職を制限して上と戦った。またこのオフィスから、クームスは大統領として議会に数々の布告を送った。これは、ジョシュア・ノートンが多数の直令を発したのに類似している。日中は紙子をつけたカツラをつけ、三角棒をかぶり、偉大な結婚志願者と書いた旗を持って、 モントゴメリー通りにいるのが常であった。ジョージ・ワシントン2世、ノートン1世、ノライヌ・ノバーマート・ラザルスといった面々は、サンフランシスコの新聞を賑わせる存在となった。彼らは、エドワード・ジャンプの2つの風刺画に揃って登場している。モントゴメリー通りの更新ではクームスは、絵の中央で、アンド・スティル・ゼイ・ゴー・マーチング・オンと書かれた旗を持っている。一方、ラザルスの葬儀では、 教皇の姿で儀式を行うノートン一世の隣で、墓穴を掘る人物として描かれている。ラザルスの葬儀クームスは、中央下方で墓穴を掘っている。クームスは低身長で髪が薄く太った人物で、存在で虚栄心が強く、それでいて、自身では女性に人気があると思っていた。その上で彼は、この女性人気が、女子はノートンとの諌かいの発端であると信じていた。 ノートンは、モントゴメリー通りにあった、クームスのポスターを無断で撤去し、クームスはこれを警察に訴えた。しかし犯罪に当たらないということで相手にされなかった、ためクームスは民事訴訟を企て、その資金集めのために、アルタカリフォルニア市にインタビュー記事を提供した。この記事の中で、ノートンが、そのような虚に出た理由を問われたクームスは、 私は私への女性人気を嫉妬されているのだと述べ、この記事は数日間サンフランシスコ市民の話題をさらった。アルタカリフォルニア氏はこの記事に添えて、クームスとノートンをあざけり、クームスの目には狂気の光が見えたという表を載せていた。二人はそれぞれ自身が正気であると信じていたため記事の撤回を要求し、またノートンは警察の長官に対し以下のような命令を出した。 第2のワシントンを戦勝するクームス教授なる人物を騒乱罪で逮捕せよ。そして直ちに彼自身のため、公衆のために少なくとも30日監修の精神病院に収監せよ。合衆国皇帝ノートン一世この事件の直後、クームスはサンフランシスコを離れニューヨークに移った。1868年、マーク・トウェインがクームスを発見したが、 彼は未だに自分がジョージ・ワシントンであることや女性を魅了しているということを信じており、人々を楽しませるために街角で足を露出していた。トウェインによれば、クームスはニューヨーク、フィラデルフィア、ボルチモアを回りつつ、ベンジャミン・フランクリンの墓を訪れる自身の写真を25セントで売っていたという。ウィリアム・ペンの邸宅が解体されることになった時、 クームスはこれを自分に与える容疑会に求めている。これがうまくいかないとなると、今度は、容疑対象をワシントン記念塔に変えた。1874年、クームスはニューヨークで死去した。ありがとうございます。